皆さん、おはようございます。今回もご視聴いただき、ありがとうございます。6月27日のね、木曜日収録してます。今日も一日、元気にやっていきます。はい、ということで、ねるさん、今日はどうですか？なんかぬいぐるみ感すごいな、今日。めっちゃ可愛いんやけど、このフォルム毛伸びてきたな、ネル。すごい長くなってきた。7月のね、頭にね、トリミングするんですよ。その時にちょっと短く切ってもらおうかな。じゃんと、めっちゃん、今日はどうですか？ずっとこの布団の上に座ってゆっくりしてはりますね。眠たいな。ちゃんと今日はね、もう時間に余裕がないということで、もうすぐに出ます。はい、みっちゃん。はい、ねるさん、行きます。はい、出てきました。もうね、7月のね、中頃になってくるとホールをね、上野でオープンするのでね、それで結構忙しくなるんですよね。まあ今はそれの準備期間ということで、体的な余裕はまだあるっていう感じなんですが、今日はね、午前中は上野の店掃除をね、クリーニングしっかりして、その後はね、外に出てね、しっかり営業していきたいなと思ってます。で、夕方あたりね、なんかしたいなと思っているんですが、まだ決めてはいない。やや緑の中に一つポツンと。おお、すげえ綺麗。素敵ですね、こういうの。アイスコーヒー。朝の仕事をね、やっていきます。さて、今日もね、ピアノピカピカにしました。毛かわいい、めっちゃかっこいい、素晴らしいですね、このフォルム、めっちゃいい。はい、朝のね、仕事が終わったということで、こちら上野駅前のね、一番目立ってるお蕎麦屋さん、鶴屋さん、こちらまだ行ってなかったんですよね。初めて行くんですよ。昼飯食べていきたいなと思います。はい、仕事終了。もうね、今ね16時台なんですけども、まだまだめちゃくちゃ明るいですね。夕方な感じはしない。でも地面はね、結構直射日光が当たってる感じじゃないからね、寝る前の散歩は問題なく行けそうです。帰ってバッチリ散歩行きたいなと思います。ただいまーす。いや、かわいい。ただいまーす。見てない。ただいまーす。よしよしよし。よしよしよし。おー、持ってた持ってた。よっしゃー。よしよし。すごいすごいすごい。忙しい忙しい忙しい。よっしゃ。
散歩行こうか。ぬいちゃんが元気すぎてやばい。あたりが気になる様子。よっしゃね、うさ。警戒。斜め上がりピン。よし。オッケー。見よこらせ。到着。うまそう。めいちゃんが来た。いや、家でね、結構いろいろしてたらめっちゃ時間経っちゃいました。いつもね、夜ご飯は6時台とかに最近食べてるんですよね。昼結構早めに食べることも多いから結構お腹空いちゃって、で6時台に食べてからはもう基本的に、まあ、糖質を入れないってある程度決めてるんで、そっからまた次の日の昼まで糖質入れないみたいな生活してますね。それでめっちゃ体調がすごいいいからいい感じになってます。今日は8時を過ぎちゃったからまあまあ遅めになりました。家から一番近い松屋さんに行って食べてきます。扉が開きます、ご注意ください。荷物を取り出してください。よいしょか。荷物ロッカーがマンションにあって10箇所ぐらいあるんですよ。でね、基本的に全然溜まってなくてめっちゃ優秀やなと思って、このマンションだいたいああいうので全部入ってて入れられませんでしたみたいなことが前のマンションではめっちゃ多くて、荷物頼んでも届かんやんけみたいなこと結構あったんですよね。でも今はもうほぼ 100% 宅配ロッカー指定したらもう届いてるからめっちゃ楽なんですよね、荷物の受け取りが。だからね、消耗品をねバンバンこう Amazon で買ったりしてますね。最近はめっちゃ楽になりました。ということで、そろそろ今回は終了したいなと思います。めいちゃん、おにぎり大事に抱えて可愛らしいですね。それで遊ぼうか。めいちゃんほんま元気やな。ねえちゃん、プリプリして尻尾。これめっちゃフリフリしてる。ということでね、今回も最後までありがとうございました。ネルが可愛くて癒されますという方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。